おーっていう音と、あーあーっていう音と、あるんだけど、あーって発音する R の音、合ってるかな？ R の音が、英語だと R って読むんだけど、ドイツ語だとね、あら、喉になんか詰まったみたいな音でした。ドイツ語の R はね、ちょっと巻き舌っぽい発音になるんだよね。喉の奥で鳴らすというか。みたいな発音になります。難しい。だからね、R は難しい。あと、ウムラウトもね、says hello in German。ハローはね、ドイツ語でもハローなんだよ。綴りがヘローじゃなくて、ハローになるだけで。だから、あの音がちょっと強いかな。ハローって言うと、ドイツ語でのハローになります。アハトアハトって呼ばれてる大きい銃。ああ、銃の機種名。アハトはね、蜂っていう意味だね。鳴き声って言わないで。オランダって、何語だっけ？オランダ語？ドイツ語はね、ドイツと、スイスと、オーストリアで主に使われてる言葉かな？そう、ハロー、ハロー。ハローって。Wir sind die Jäger. Jäger hot like a flame. たちはハンターだ。Sorry for being late. No, no, no. Thank you for coming this trip. グレンの弓矢ね、確かに。歌詞にドイツ語あれまさ、ちょっとあったっけ？ Someone told me グルテンモルガン。おはようの挨拶はね、